やったるぞ。俺っちの見せ場だな。体勢を無視してか、こいつら闇体勢やりそうだけど。
トパーズ全然違いなんだけど。何がすごい？ただ家のところに装備ございます。はい、うちに寄せて。
大ダメージはいいけどな。次は48。どのようなペルソナをご所望でしたか。こちら強いペルソナ、こちらお化粧せんすか。いくらかは力を探す。楽しみでございますな。こちらは引き継ぎ使用をおやりください。かなりの力を使用でございます。こちらは強いペース引き継ぎ使用をおやりください。大きな力を使って楽しみでございますな。なんだと、カメラネか。おやめなさい。また。あ。マーゴでかいダニスが一緒になっちゃったけど。あの。ダメです。気をつけてください。こいつらエイファー。レベルアップは天地ほどな。お、今日のメンツは俺が逃げすぎじゃん。今度は先輩と驚くは逃げすぎか。あいつ見せてきてるんだけどな。ちょっと黙って。どうする。やりまーす。効果か。あっ、こなな。出す。やっぱり逃げなかった。あまり弱いところね。ちょっと待って、行きません。行きません。うわ、こっちで帰るとか。ちょっと真ん中通りに詰めたってません。さて、SP問題どうするかな。90回もなかったことやな。あのしまった。風花の SP 回復してない。
この状況はペルソナ。どうする？オロバス。やべえ。ダイヤ。アイツカタン。よりによって。防御避けてるのにこれか。すみません、残りの力では解析できません。すみません、残りの力では解析できません。オロバス。カリちゃん見事な身のこなしです。で、怖い相手です。ご注意は。ならお願い、見よう。レジストからの風がレジストか。まあジオでよかった。そうだよね、こんだけジオ打ってるんだもんな。カルちゃん見事な身のこなしです。すみません、残りの力では解析できません。スタチャネ助かった。終了。シャドウ反応を消失しました。お疲れ様であります。はい、で答えてな。どのようなペルソナをご所望でしたか。こちら強気傷つけをお選びください。体
新たな力は良いでござんす。こちらは強い魔女を継承なさいますか。うん、かなりの力を授かって生まれそうでは始めるといたしましょう。
込めろと。
ごきげんよう。私からのお願いです。成果のご報告。5万円きた。
それでは。40になってる。ようこそベルベットルームへ。登録なさるのです。上書きしてよろしいですか。登録いたしました。新たな力をお求めですか。どのようなペルソナをご所望ですかな。こちらは強いペルソナです。どちらを継承なさいますか。かなりの力を授かっ、いよいよでございます。こちらはどちらを継承なさいますか。なかなかの力を。始まります。おやめになりますか。またの。まあ、そしたら12万か。まあ残り SP がなくなるまで。ちょっと鍛えるよと。そしたらもう帰ろうかな。ちょっと風花のあのオラクルだっけ、あれで SP が回復しちまうっていうんで、ちょっと発動条件がはっきり分かってなくて、みんな低かったら発動するのかなっていうふんわりした感じだけど、ちょっとゆかり順平、あと誰だったかなを入れてやってた時が一番回復しまくって、これ終わりがないぞっていうんで、もうちょっと途中で人変えてやってたんだけど、最終的にこんな感じで主人公は46まで上がっちまって、ちょっと上げすぎ感あるよと。お金48万。ちょっと今回はお金集めに注力したから、ペルソナとかあんま考えてない。多分ね、あんまええペルソナが揃ってるわけではない。うん、そしたら帰ろう。お疲れ様です。おはようさん。もしかして、純平が浮かれておる。よう千鳥。浮かれ純平。この前の怪我、あれからどうした。あれ、傷は後もない。意外と軽かったのか。純平はさ、何をしてる時
自分は生きてるって思う。え？そんな息してる時とか。アホの答えで好きだぜ。つか考えたことねえや。千鳥はやっぱ絵描いてる時か。どうかな。こんなの全部ただの落書きだし、自分のことなんてわからない。なんか今回の千鳥はツヤがあるよな。俺さ、実は一個だけあんだよね。旧作の充実してっかなって思える。剣がある感じも好きだぜ。まあなんつうか、正義のヒーローをやってる時かな。今日と明日の間にある誰も知らない時間、そこは選ばれた力を持つ者だけの戦場。影の怪物から人々を守るため、ヒーローは今日も戦い続けると。まあそういう感じでさ。 P5 の龍二もそうだけど、この年代の子に絶対秘密はちょっと無理だよな。鼻で笑って突っ込むとこだぜ。冗談だから。それあなた一人で戦ってるの？おいおい、真に受けんなって。誰も知らない時間の中なんでしょ。なら誰も知らなくて当然じゃない。誰も知らなくて誰も褒めてくれないのに戦ってるのは偉いね。ちょっと見直した。顔が優しい。そうかな。こんな話信じてくれちゃうとは思わなかったな。ねえ、それもっと聞きたい。なんか不思議だよな君。まあいっか。じゃあこれ絶対秘密にしてくれよ。うん。ペルソナって超能力みたいのがあってさ、それ使えるやつだけが怪物を倒せんだけど、誰でもペルソナ使えるわけじゃなくて、だから選ばれた何人かで戦うしかない。仲間はダチとか先輩でさ、こう見えても俺入ってからは連戦連勝なんだぜ。へー、楽しそうね。純平が来てから連勝ってことは、純平はチームのエースみたいなもの？まあな、リーダー的な役割ってとこかな。男の子だな。とりあえず俺がいないと始まんないって感じ。作戦始まったらみんな俺の指示で動くんだ。結構大変なんだよな、リーダーってのも。うん、年いってから見ると可愛い嘘だよな。ありがとう純平、楽しかった。そっか。でももう時間、また明日会いたいな。現実的に見てもな。また明日か。なんであの、自分すごいんだぜって言っちゃう男が多いかって言ったら、その方がモテるんだよな。実際問題、それですごいってなっちゃう女の子も追ってしまうっていう現実。提言であります。間違いなく俺なんかっていう人よりはモテる。全然分かって合わすだけのすごいって言ってる女の子もおるけど、巨弾ってすごい表現だな。
そのステータスでいけんの？旧作は天才じゃないとダメだったけど、さてどうするか。ミツルとコロマル、ついでに言ったら風花は。おった、三択なった。3はもうないだろ。傷薬ちょっと欲しいんだよな。明日もう買い物できんだろうな。寮で待機だとかすぐ言い出すからな。結局普通の敵が落としたかな。決まった。じゃあこれと交換だ。要はそれだけか。またいらっしゃい。ホモンクル使えるかな。あれボス戦当然欲しいけど、普通の敵の時も使っちまうんだよな自動で。ありがとう。侵入家の商品気に入ると思うぜ。ゆっくり見てってくれ。この声は。高いな。けどお金は、あ、けど今日は絶対欲しいやつだけ買おう。これトラノコで1個だけ買っとく。で、これも虎の子として1個だけ買っとく。これ明日の敵にはいらんよな。人生もがき続けりゃなんとかなるもんよ。俺もこの店構えるまでいろいろあったが、この通りずっと言われてる。これだな、明日いるかもは。どれにする？まあそんなならんだろうと思ってる。あとこれだな。どれにする？これもそんないらんだろうと思ってるけど。会話するよね。毎度あり。ごきげんよう。依頼を受けていた成果のご報告。終わったよ。素晴らしい。わあ、すっきりした。まあ、当然追加が来るけど。あとあれだな。失踪者3人助けたよと。オンに切る。まったく。マラカイと鉱石ってそんな変わった模様してんの？ところでマラカイと鉱石はほんま初めて覚えた時、マカライと鉱石って覚えちまって、そっから毎回どっちかわからんなる。礼を言おう。よく来たな。どれだ、まとめてて。わかった。金持ちになった。ついに。いくつだ。それわかった。引き取ろう。いくつ。ああ、引き受けた。
いそれを分かった。いくつだ。それを分かった。引き取ろう。ん？もうまた来い。1階の高校生が65万持ってんのはなかなかだぞ。さてどうする。困るなぁ。困る。これ夜なんとかならん。夜なんとかならんのだろうな。待っておる。あれってあの必殺技のあれかな。みんなの DVD とか本とかの代わりなんかな。それならやるべきだけど。コミュニを優先するか。ちょっとミツロをはっきりさす。ミツロ天才にならんと無理ちゃう。すまない。あ、コミじゃなかった。そうだったんだ。ありがとう。まあこれで2択になったな。風かかっころ丸か。時間使うわな、そら。まあ新要素だ。新要素見るためにやってるようなもんだ。で、何の用だ。それ考えるところ丸もそうか。なんだいきなり。なんでお前がこれを。なるほど。何度もしつこかったんでな。見覚えあんのに思わず受け取っちまった。お前もお前だ。いいように使われてんじゃねえよ。まあ確かにそれはそうな。余計なお世話だ。どいつもこいつもそんな物好きだからリーダーなんてやってんだろうがな。用は済んだんだろ。おい、手間かけさせたな。まあなんだ、今度飯ぐらいおごってやる。サンキューサンキュー。なんか文句あんのか。なんでそんな顔した。帰れっつったろ。俺にも予定があんだよ。心配しなくても夜までには帰る。俺はそのために戻ったんだからよ。勇気か。もう勇気もう一ランクあったら上がるぐらい上がってるな。帰ったか。コロマルは？なんかよ。
なぜだ。しっかり浮かれてるな。ちょ、マジ？あの。間違いない。まあ、ほんとこの状態になってる人見たことあるけど、見てられんよな。仕事場の人がなったことあって、話通じになってたもんな。よし、それじゃあアマダで明日を迎えるか。勇気か、うんと勇気ばっかりだな。お店で渋かっこいい大人の男特集っておすすめされてたんですけど、この探偵の主人公、今のとこ無鉄砲のおじさんって感じですね。女性のあんな嘘まで信じちゃうし、これがかっこいい大人の男なんですか？なんかちょっと女性が嘘ついてるの分かってるけど、それ乗っかって無茶するのかっこいい風潮あるよね。そうですよね。こんな簡単に騙されて情けないですよね。あ、またギャングに囲まれてる。ちょっとこの会話って好感度関係ないの分かってるのに、相手が求めそうなこと言っちまう。かわいいなあ、マダ君は。主人公、ちゃんと嘘だって分かってて、それなのに騙されたふりをしてたんですね。あの決め台詞も良かったです。賢くなければ探偵はやれない、優しくなければ探偵の資格がない。どこかで聞いた台詞だな。出てるんだ。またタイミングがあったら一緒に他のも見ましょう。勇気じゃないやつにしてくれん。あの